そうです、ね、あのー、よく物語を作るのに一人の作家で作っていくんではなくて世界の多くの人たちがこう一緒になって作っていくっていう試みもいろんなコンテンツであったと思うんですね。でそういう意味で、えー、パックマンも、えーまあ、開発者クリエーターが作るだけではなくて、まあ、世界の人たち 同じプレイをしている人たちが同時進行で何か、うん、ストーリーを展開していくとか、えー、どこそこの誰かがその先のプログラムを作ったとじゃあ乗っけてみようというような形でどん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 こう成長していくような、まあ、そんなようなゲーム作りもいいんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっとゲームででススイイッチの、Switch、のあのレレジェンドドオオブブブゼルルダザワいうのがあるんですけれども これがすごいいいゲームなんですよ。2017年に出たものなんですけども、えー、ゲームバランスであるとか、それから少しずつプレイヤーに分からせようとする設計であるとか、えー、もちろん企画のアイデアもいいですし、グラフィックスもいいですし、あとは、まあ、弓矢をあのように箱あの打ちたいとか、ものをこう動かしたいっていうことが、もうストレスなく実現できるプログラムがすごいんですよ。 でこの「レジェンド・オブ・ゼルダの完成度の高さというものが大学で教えたいことが全部詰まってるんですね。あれは今開発をする人々にとっても。まあ、そういう意味であれはもうどんどんやり込んでほしいしあれと同じものを作りなさいっていうだけでもう大学の授業おしまいでもいいんですよ。<laughs> で,で私あの120の祠らがあって。 あるんですけど、ご存知でしょうか <laughs> ?120 の誇ら3回クリアしたんですよ、ね。ゲームを3回クリアして、今度は4回目ぐらいにこうチャレンジしようかなと思うぐらいに、こう、素晴らしいものなんですね。まあそういう意味で、これからチャレンジしていきたいなというゲーム、あゲームであれば、やっぱりあのように、えー、火の打ちどころないゲームをもう一度パックマンを題材に作りたいなというのが一つですね。で、次に、えー まあせっかくパックマン口を開けてるにパクパクさせてるんで食べるだけじゃなくて今度歌でも歌ってみたらどうかというふうに思ってるんですね歌う歌を歌うパックマンですねでこれはミュージカルみたいなゲームあのものになるとまあちょっと堅苦しいのでそうですねあのブルース・ブラザーズみたいな映画あのぐらいの入り方の音楽の <laughs> 入り方で何か パッ,クマンパックマンが歌うゲームができたら面白いなというふうに思ってます。ですあともう一つが、えーまあ、インナーゲームという概念なんですけども今これフレームスマートフォンだったり PC だったりこう,こう,こういうフレームの中を覗いて遊んでるあるいはめ見てるこういう時代になってますねこのフレームをなくしちゃうフレームレスなあもので何か表現できないか。 というふうに思ってますね。で、これはですね、もう頭の中で映像ができちゃえばいいんじゃないかというふうに思っておりまして、えー、まあ、手塚治虫の漫画の火の鳥のムーピーの概念みたいなもので、えー、まあ、その人の頭の中に映像が浮かぶようにしてストーリー展開したりゲームができるようなものですね。で、例えば日本の俳句の五七五の言葉、 はたかだか数十ビットなんですけども静かさや岩にしみいるセミの声っていう場所の句を聞くと情景が頭に浮かぶんですね夏の暑い山山奥川が流れていてセミの声が聞こえてくるってでそういう数十ビットの575のデータで情景が浮かぶのはその人がいろんな経験をして頭の中に 情報が入ってるからなんですね。野山に行ったりしてセミの声も聞いてる人生を送ってるから引き出せる、まあ、そういう意味でせっかく人間にはいっぱいのデータが頭の中に入っていてでそれを引き出すイメージする力がありますから人間のイメージする力とも,もともと蓄えてきたデータをうまく活かして内なるゲーム体の中からゲームがえー 映像化されるようなものっていうものができないかなというふうに思っています今回のパックマンの電動入りに関しましては大変光栄に思っております2020年はパックマンがアーケードでデビューしてから40周年を迎えた年ですこんな特別な機会に皆様と喜びを分かち合い世代を超えたゲーマーたちがパックマンを支えてくれたことに感謝したいと思いますアーケードから家庭用ゲーム機と 本当に多くの方に長い間親しまれさらにお子様と一緒にプレイしていただけるということについてはとてもありがたいことですパックマンのファンの皆様本当にありがとうございます私はパックマンを作りましたがパックマンを今日のようにビデオゲームのアイコンに育て上げたのは皆様の愛と絶え間ないサポートのおかげですもう40年も経ったという事実に 驚いていますがだからこそ楽しい時は時が経つのが早いと言われるのでしょう皆さんのご健康をお祈りするとともにこれから皆さんとともに楽しい未来を作っていければと思います